皆さん、こんにちは。オンライン日本語、食券機の使い方を始めます。今回は、日本の飲食店でよく見かけるあの機械、食券機の使い方について学びます。それでは、よろしくお願いします。はじめに、 食券機とは何かを説明します食券機とは飲食店で食事をするときに注文をスムーズにするための機械です他のものに例えると駅の切符に似ていますあらかじめ食べたいものを 食券と呼ばれるチケットとして買っておくのが食券機ですそれでは実際に食券の買い方を学んでいきましょう食券機を採用しているお店では分かりやすい位置に食券機が置いてありますお店に入ったら まず、食券機に向かいましょう。食券機の前に立ったらいよいよ食券を購入します。さて、食券機の使い方に入りたいところですが、食券機は大きく分けてアナログ式、デジタル式の2種類があります。 それぞれで使い方が多少異なるので個別で見ていきましょうまずアナログ式から見ていきましょう食券機を見てみるとボタンがたくさんありますねこれらのボタンは一つ一つが料理の食券を発行するボタン となっています。食べたい料理をこの中から選びましょう料理を選んだらボタンを押す前にまずお金を入れましょうそしてお金を入れたら欲しい料理のボタンを押しましょうすると食券が出てきます 食券が出てきたらお釣りを取りましょうお釣りはこのようにボタンを押すタイプとレバーをひねるタイプがありますお釣りは取り忘れのないように気をつけましょう次はデジタル式を見ていきましょう <laughs> デジタル式にはボタンがありません。代わりにタッチパネルで操作していきます。そしてデジタル式のものはほとんどの場合言語が変えられます。自分に合った言語を選びましょう。言語を変更したら 画面の指示に従って食券を発行しましょうこちらもお釣りの取り忘れには気をつけてくださいこれで無事に券が発行できました次はこの券を持ってカウンターに向かいましょうカウンターにいる店員さんに券を渡しましょう すると受付完了です。そのまま料理が出てくるのを待ちましょう。料理が出来上がったら。自分で取りに行く場合と。店員さんが持ってきてくれる場合とがあります。これはお店により違うので。その店に合った方法で料理を受け取りましょう。 無事料理がそろったらいただきましょう。料理を食べ終わったらそのまま出て行っていい場合と食器をカウンターまで持って行く場合とがあります。これもお店によって違うのでそのお店に合わせましょう。以上でオンライン日本語「食券機の使い方」を 終わります。食券機の使い方をしっかりと学び日本での食事を楽しみましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。